少勝プラスアディショナルタイムということになります。ここも斉藤雄星ゴール前に上げていった。ヨブチェイクどうだ、ヘディングできるのか、シュート打った、決まるか決まるか、決まった、ゴール岩内京2点目、2対1、藤枝前 FC 終了間際で勝ち越しました。今の場面です。長いボールでした。ここでワンバウンドしたところ、キーパーと競り合いながらヘディングではなく右足でここはまあ本当に岩渕のセンス。最後は5番の長身194センチ梅井が飛び込んでいく。